はい、こんにちは、ケイジカです。今日紹介するクランクは、ティムコのクランク T です。コジコジこと小島博史さんがデザインしたクランクベッドですね。僕はこのルアーが発売された時に、初めてカバークランキングっていう言葉を知りましたね。あ、そんな釣り方があるんだってワクワクしたもんですね。ガッと手に入れたのがこのクランク T です。目が可愛いですよね。デザインもね、綺麗だし、色もね、綺麗なんですよ。すごい。ただこのルアーは結構問題児です。まず何が問題児かというと、セッティングがすごいシビアなんですよ。ここには。トゥルーチューンするじゃないですか。ちゃんとまっすぐ泳ぐように。これがすんごいシビアなんですよ。ちなみにこれ W ってタイプ、ワイドウォブリングっていうタイプなんですけど、動きが大きいタイプなんですね。もう一個、タイトっていう、T っていうタイトなモデルもあるんですけど、これはワイドな方です。ワイドな方なのか、僕ちょっとタイトな方は使ったことはないんですけど、これがね、ワイドすぎて、調整がね、シビアなんですよ。ピーキーなルアーだなって感じですね。扱いが非常に難しい。セッティングができちゃえば、もう全然。普通に動くクランクなんですけど、これが少し大変なルアーなんですよね。で、スペックとしては、サイズは62ミリ。これもまあまあでかいですね。で、重さは 10.7 グラム。で、潜航深度は 1.5 メーターぐらいです。割かし潜りますね。で、こんなラウンドリップですね。長さがこう、ポイントですよね。なんかね、肝ですね。で、素材はバルサウッドです。ということで、これからルアーの動きを見ていきますが、YouTube のシステム上、高評価を押された動画は、再生リストに保存されて、後で見返しやすくなります。なので、後からもう一回ちょっと動きを見てみたいな、なんて時のために、今のうちに高評価ボタンをお願いします。では、動きを見ていきましょう。はい、こちらがクランク T の動きですね。でかいですよね。ロールはもう、ロールもでもでかいか。平を打つような動きがありますよね。でかい。でかいんですよ。こんなでかいルアーあんのかな、動きのでかいルアーって。これで 1.5 モールって結構ね、面白いと思いますけどね。でかい。動きがでかい。もうただただそれにつきますね。うん。レスポンスももちろんバルサなんで非常にいいんですけど、この動きのでかさがゆえにですね、正直言うと釣れないです。釣れないです。なんか魚を呼ぶ力はあると思うんですけど、なんか食わせれないんですよね。食わせれない。でかいんですもん、こんなの。こんな。ぐわ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 。すごいですよ。これもう本当にもう、異端なクランクじゃないかなと思いますね。うん。かなり尖ってるクランクベッドだなと思います。ウルラクすごいでしょ。暴れまくってるみたいな。なんでやっぱね、すごくね、ピーキーなルアーなんですよね。うん。で、さっき釣れないって言いましたけども、これの使い方として思いついたのが、今ジョインテッドクローとかあるじゃないですか。ジョインテッドクローって、こう、スーッと動かして、ジャックしてビビュンって動かすみたいな。そういう感じで使えるんじゃないかなと思って、うん。これだけ動くクランクってないので、そのカバーに引っ掛けて外すとか、その時に一瞬のこのグラングラングっていう動きで食わせるっていうようなイメージで使うといいと思いますね。うん。ただ巻きで使って釣れるようなクランクじゃないですよ。そういう品物じゃないように思います。これはまあ個人的な見解なんでね。うん。それぞれで使い方あっていいと思うんですけど、僕はね、そんな使い方がいいと思いますね。ここぞという時に、うん。だからやっぱカバークランキングをイメージして作ったんじゃないかなと思いますね。小島博史さんも。もしかしたら聞いたことないですけど。こういう特徴的なルアーはもうこれでしか出せない動きがあるんで、これでしか釣れない魚が必ずいるはずなんですよ。ちょっとそういう使い方をイメージして使っていただければすごいですね。いいと思います。結構ね、もう絶対これ釣ってやろうみたいな気持ちに今なってます。うん。前はただ巻きで使ってね、あんまりいい思いができなかったです。何匹か釣ったんですけどね。うん。あんまりこういいなっていう手応えがなかったんですけど、でもなんかこのルアーってこうデザインも顔も可愛いしね、顔が可愛いルアー僕好きなんで、これ絶対釣りたいなと思います。なんで、カバー周りで一瞬のひらめきで食わせるみたいなのがいいんじゃないかなと思います。ということで、今日はクランク T の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後もケジカ流の釣り方をお伝えしていこうと思うので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。